26回長野マラソンの開会式を行います。本大会はジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズグレード3を兼ねた大会として開催されます。はじめに名誉大会長であります安倍修一長野県知事より開催地を代表して歓迎のご挨拶を申し上げます。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。選手そして関係者の皆様方のこの長野へのご来県、県民を代表して心から歓迎を申し上げたいと思います。まあ、沿道でおそらく、多くのですね、市民の皆様方が皆様方の走りを温かくお迎えして、いただくという形になろうかと思います。また常日頃の成果を遺憾なく発揮をしていきたいというふうに思っています。またこの大会、ぜひこれからもですね、多くの皆様方の力で乗り越えていっていただきたいなというふうに思っています。まずは明日の大会しっかり成功させていくこと、そしてぜひ多くの皆様方のご支援の中でこの大会30回40回50回と継続はさせていきたいと思いますので、ぜひご協力をお願いを申し上げます。本大会の大会長であります小坂宗太郎信濃毎日新聞社代表取締役社長から皆様にご挨拶を申し上げます。さて、今大会もおよそ3100人の献身的な市民ボランティアが、給食や、コース整備などの運営を支え、競技運営は長野陸上競技協会の審判員、補助員ら600人余りが担います。安全で安心して走れるよう医療救護体制も整えられております。真剣に走るランナー、支えるボランティア、沿道の温かい応援、それぞれの思いが一つになって今回も長野五輪のレガシーが受け継がれていきます。長野マラソンと同時開催の長野車椅子マラソンは今回第20回目を迎えます。長野はパラリンピックの開催経験もあります。節目のレースとなる今回の車椅子マラソンに例年以上にご注目いただければ幸いです。お待たせしました。今大会の招待選手ゲストランナーをご紹介いたします。まずは国内男子招待選手です。皆様大きな拍手でお迎えください。ビブランナー1金実翔吾選手中国電力。自己ベストは2022年絶対王者内口マラソン2時間10分2秒です。ビブナンバー2川田優也選手スバル。自己ベストは2024年五条原西日本マラソン2時間12分31秒です。以上、男子招待選手の皆さんです。大きな拍手をお送りください。続いて女子招待選手をご紹介いたします。男子選手は左側にご移動ください。女子選手は男子選手の横にお並びください。それでは女子招待選手ゲストランナーをご紹介いたします。皆様大きな拍手でお迎えください。招待選手です。ビブナンバー51川口理恵選手大塚製薬。自己ベストは2022年大阪国際女子マラソン2時間25分35秒です。女子ふるさと招待選手です。ビブナンバー70秋山ほのか選手安曇野市在住。自己ベストは2時間49分8秒です。続きまして本大会のスペシャルゲスト2000年シドニーオリンピック女子マラソン金メダリスト高橋直子さんです。続いてゲストランナーです。西谷彩子さん、モデル、タレントとして各地のテレビ、ラジオ、雑誌などで活躍され、フルマラソンの自己ベストは2016年東京マラソン3時間1分32秒です。島原清子さん、
東京陸上競技協会。現役時代は国内外のマラソン大会で活躍。現在は長野県佐久市を拠点に子育てを行いながらマラソンランナーとして活動中。自己ベストは2009年北海道マラソン2時間25分10秒です。広下由里子さん、東京陸上競技協会。2022年6月に第1子を出産後はママさんランナーとして記録向上を目指しながら市民ランナーの指導やランニングクリップを開催しています。自己ベストは2019年大阪国際女子マラソン2時間34分19秒です。以上、女子招待選手ゲストランナーの皆さんです。大きな拍手をお送りください。それではここで招待選手ゲストの皆さんを代表しまして、スペシャルゲストの高橋尚子さんから一言メッセージをいただきたいと思います。皆さんこんにちは。2年ぶりのスペシャルゲストとして参加をさせていただきます。お招きどうもありがとうございました。2年前はですね、まだコロナ禍で声を出してはダメ、触れてもダメということで、お立ち台とマイクを持ちながらいろんなところを転々として応援をしました。思い返せば思い切りハイタッチができたのは2019年の時です。なので今回5年ぶり、応援の皆さんもマスクなしで思い切り応援ができて、そしてランナーの皆さんもそれを背に受けながら思い切り走れる、みんなが待ち望んでいたその瞬間が明日訪れます。そしてですね、辻褄が明日は雨かもしれないという不安もありましたが、なんとか夕方までは持ちそうです。また先ほど聞いたら先週は27とか8度長野の方はあったそうなんですよね。その気温も明日は少し抑えられそうで、きっとランナーにとっては最高のマラソン日和になるのではないかなというふうに思います。いや、この長野マラソンは走るとぐるっと長野の魅力を感じられる、そんなマラソン大会です。善光寺のところをこう巡って、1998年の長野オリンピックをこう彷彿させる、あの暑さが蘇ってくる M ウェーブなんかをこう回りながら、こう雄大な山々に囲まれた自然の中を、また花々がきれいに咲き誇った、そんな素敵な景色の中で温かい応援が私たちの背中を押してくれます。そう、きっとみんな最初から最後まで一瞬一瞬が忘れられない最高のマラソン大会になるのではないでしょうか。まずはここの前にいる招待選手やゲストの皆さん、目標をぜひ叶えていただいて、最高の一日を過ごしてください。私はですね、最後尾からスタートをいたしまして、いろんなところをこう応援しながら最後の一人が入ってくるまで、全力で応援をしたいと思います。最高の皆さんの笑顔の花が咲き誇りますように、今年もどうぞよろしくお願いします。そうですね、復活したと思うんですけど、はい、お気持ちはどんな感じですか。いや、もうついにやっぱりこうみんなが待ちに臨んでいたそんな瞬間が帰ってくるなと、非常に今から楽しみですね。去年はやっぱり来ることができなくて、遠くから長野マラソン盛り上がってるかなというのをずっと気にしながらね、遠くから応援をしていましたが、今回は本当に皆さんと本当に5年ぶりに触れ合えるということで、2019年ハイタッチをした以来、実はハイタッチができていないんですよね。あ、そうなんです。はい、なので5年ぶりにハイタッチも大きな応援も、そして通常通りのマラソンを皆さんと一緒にこう噛み締めながら楽しみたいなと思います。今年はハイタッチいつも90何パーセントでしたっけ。98を目指してはいるんですけれども、はい、先頭走る皆さんはタイムをものすごく重視されていますし、目標に向かってこう1分1秒争っている皆さんには手を出さないといいますか、私をこう無視して走っていただいてもいいなと思っているんですけれども、触れたいなとか、少し
なんかお話ししたいなっていう方、あとは積極的に触れ合いながら、5時間半ですか、制限時間いっぱい、走り回っていきたいなと思います。仲間を広げる手段としてマラソンを考えてます。そうですね、やはりつながる皆さんが、すごく私にとっては、財産であり宝物でもあるので、やっぱりこの私たちの年代になるとランナーの皆さんもなかなか新しいお友達だったり交友関係が広がるってことは少ないと思うんですが、このマラソン大会ごとにお会いする友人であったり、またそこから広がる交友関係が広がっていく、そんなやっぱりマラソンってツールにもなるのかなと、はい、マラソン楽しみ方は100人いたら100通りあると思うので、皆さんも自分の楽しみを見つけてマラソンを楽しんでもらいたいなと思います。高橋さんの中で長野マラソンはなんか1年のこう始まりの合図だというようなことをしたんですけども。そうですね、今年度の始まりですね。あ、はい、1月からはもういろいろな大会が始まっているんですけれども、やっぱり4月っていうとまた新しい年が始まっていくという新鮮な気持ちになるので、そんな春訪れたそのワクワクとともに新鮮な気持ちでまたこの1年頑張りたいなっていう思いにさせられる大会です。フィニッシュの時にもう一度感想をお願いします。はい、はい、お願いします。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。さあ、駒沢大学の長野くんのところで、あ、ちょっと間違えちゃったね。見せろ駒沢大学、川野さん、駒沢の足見せれたんでしょうか。自分でここは褒めてあげてください。さあ、自らのテーマソング、それに乗せながら高橋尚子さんが皆さんを招いてます。さあ、高橋尚子さんから最後の最後に力を持って皆さんが一緒に連れ出していきます。はじめに B1 クラスの表彰です。
B1 クラス入賞選手をご紹介します。男子1位ビルナンバー21101小林丈司選手、天白川総遊会、記録2時間57分34秒、伴走は澤原雄一選手。男子2位ビルナンバー21102浅川俊司選手、炸裂ラン記録4時間11分46秒、伴走は星名博信選手、阿部智弘選手。男子3位ビルナンバー21103イグレツネオ選手、二輪走記録4時間51分33秒、男走は北野聡選手、古畑太郎選手。男子2位小山忠選手、 NBA
インターネット放送です。はい、お疲れ様でした。感想はどうでしょうか。今日の長野も最高でしたね。最高でしたか。はい、最高でした。暑くもなく、風もなく、本当に走りやすくて、あの産後ベストが出て本当に良かったです。すいません、自己紹介お願いします。あ、自己紹介、西谷彩子です。今回ね、長野マラソンゲストランナーとして8回目、はい、走らせていただきました。どうですか、8回の中で一番なんか気候が良かったんじゃないかなって思って。いやでもね、やっぱりだんだんね、全体的に暑くなってきてるんですけど、でも数日前と比べればその暑さが和らいで、ランナーにとっては走りやすかったかな。でもまあ後半ね、暑くて足がつっちゃったって方もいらっしゃいましたけど、でも数日と比べたらだいぶ暑さはやらわいで、うん、走りやすかったです。今後の目標は何でしょうか。今後の目標はやっぱり3時間切りはしたいです。今自己ベストが3時間1分なので、はい、3時間切りを目標にして頑張ります。ぜひ頑張ってください。はい、来年またお会いできるから。はい、お会いできるように頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。